どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということで今日もやってるんですけどね、今日はね、まあ関西でね、ま甲子園にね、夏ね、出てこれなさそうなね、強豪校ということでね、ちょっと話していこうかなということで、まああのね、出るチームよりかね、出れないチームの方が多いんですけど、特にね、ま強豪校とね、言われてるね、チームで夏ね、厳しい、みんなが思ってる以上に夏ね、厳しい。 高校ね、とりあえず関西からの、ね、ベスト3にありました。なんかね、これで言うと、なんかじゃあ、例えばこの微妙なね、えー、じゃあ、どこにしましょう、あのー、まあ、例えばじゃあ、あのー、東洋大姫路とか、えー、大阪で言ったら、あのー、それこそ、ね、正代堺とか、その辺が甲子園出れないとか言ったら、まあ当たり前になっ 当たり前って言い方したら悪いですけど、まあ、確率で言ったら高いじゃないですかで甲子園ね、えー、結構常連校で、えー、この夏ね、えー、厳しい高校っていうので、ね、ちょっと紹介したいなということで最位、えー、からで、ね、まず3位が智弁和歌山ですね えもう弁和岡山って言ったらまあめちゃくちゃ強豪でね、えー、もうこの春もね正直な話、もう優勝やと思うんですよね、負けるチームは多分ね、いないと思うんですよね。ね春優勝して、ほんで近畿大会でも、えー、僕は全然優勝をね、狙えるチームやと思うんですよね、智弁岡山って。そんなね、地弁岡山なんですけど、夏ね、なぜね、負けてしまうのかっていうね。 話をねまずすると、やっぱり地面和歌山って、まあ、打力がめちゃくちゃ良くて、えー、ほんで選手層もね、かなり厚いっていうね、チームなんですけど、1、まあ、個ね、欠点があって、まあ、それはね、まあ、みんな分かってるかもしれないですけど、えー、緩い球をね、えー、打つのがね、苦手なんですよね。ほんで、この春の時点では、それがね、えー、こう、克服ね、えー、してるように、ね、見受けられたんですけど、やっぱり去年と同じ通りね、えー、去年もね、やっぱり、ね、春の時点はかなりね、強かったんですけど、いざね、夏になると、 やっぱ緩い球にやられてしまうっていう、ね、イメージっていうのがついてきましたしやっぱりその緩い球で抑えれるっていうやっぱ攻め方をね分かったチームって結構ねそれをもう何回もねしてくると思うんですよだからこう和歌山全体がねもう今ね智弁和歌山をねえ引きずり下ろそうと、ね、えしてるんでほんでなおかつそこに今ね、えー、田辺高校やら泰久、えー、高校とかね何個、えー、和歌山の、えーま、長新生みたいなのが、ね、いろいろ現れてるんで。 和歌山は、えー、夏ね、えー、この夏、えー、厳しいのかなと思いますそしてね、えー、2位が宝、えー、徳ですね、えー、まあ宝徳はあのまあねほんまにこうみんなが思ってるよりやっぱりこう打力とかも、えー、かなり総合力も高くてほんで選抜ね、えー、準優勝ですから、えー、2期連続ね選抜準優勝ですから、まあ、まあ実力はねもう 結果としてね、現れてますし、ほんでまあね、この夏もね、えー、まあ大阪桐蔭をね、完璧にね、封じたね、け、え、さ、ー、丸んで、く君っていうね、いいピッチャー2人おって、ほんでね、こう、打力もね、まあもうね、ね、えー、申し分ないっていうよりか、もう穴のないね、打線で、えー、そういうね、チームなんですけど、なぜね、夏ね、厳しいのかっていうと、まあの、宝徳っていう高校は、 やっぱりね、あの、強いんですよ。めちゃくちゃ強いんですけどね、夏にね、めっぽうね、弱いんですよね。去年もね、えー、選抜準優勝しておきながら、やっぱり夏に負けてしまったと。ほんで、えー、やっぱりね、一番怖いなって思うのは、やっぱり、ね、兵庫県のね、レベルが、やっぱり明らかにもうね、高すぎるんですよね。えー、ほんまにこの前かな、えー、この前まではね、やっぱりその兵庫県って、マーカし商業とか、マーカし商業か、神戸国際か、 報、えーまあ、徳の、まあ、この3個のどれかやろうなぐらいの、ね、感覚やったんですけどもう今ね八代高校が県内でもうブイブイ言わせてますしほんでこの須磨将風とかも、えー、ねポットでね秋ねたまたま買ったんかなーって思ったら、えー、この春もね結果残してますしかなりね、えー、強いんですよねほんでここにね、えー、神戸高陵のエースが152キロかな。 掘りますしほんで他にもねいいピッチャーがめちゃくちゃいますしほんでこう低安バットバトになることでやっぱ八代高校と八代高校もそうですしあの新興学院とか、えー、そういうね、えー、とか兵庫育英とかねそういうね微妙な高校もねなかなかね怖さを持ってるんでだからそういう意味ではかなりねやりにくいのかなとほんでほ他にもあの一山とかね、えー、いますしほんで ね今年はあの東洋大姫路がかなりあ期、の、待、ー、上げてきてると思う岡田監督がかなりね、えー、もうちょっとこう焦ってじゃないですけどもうやっとね自分らの自分が取ってきた選手がもう主力になってねだんだんね試合に出てきてるんで、えー、その選手をこう打ち破っていけるのかってなった時にやっぱ保護徳はいいんでしょ確かにピッチャーめちゃくちゃいいんですけどあのー 夏に関してはね、やっぱりこのピッチャーがいいとかバッターがいいとかじゃないんですよ。やっぱり報徳のやっぱ夏ね、弱いね、えー、原因って、あの、大量得点がね、意外とね、できないチームやと思うんですよね。やっぱりこう、守りのチームですから、毎回こう、厳しい試合、えー、愛工大名電の試合もそうでしたし、えー、決勝までね、選抜の甲子園で見たらわかると思うんですけど、 え全然ね楽な試合っていうのがね1試合も多分なかったんですよねで夏もやっぱその感じでし,してしまうとやっぱりあのここ一番のチャンスで1本っていうのは夏はねかなりそれこそ効率とかあんまりね強くない高校の方がやっぱ1本出やすいんでだからそういう意味ではねなかなか僕は報徳はねえ厳しくえなるのかなと思ってますまあほんまにねえいいバッターいいピッチャーね間違いなくね選手は揃ってるからこそ 1、ねえー、一本、えー、チャンスで1本で、ね、泣くのかなと、えー、僕は思います。ほんで1位はやっぱね大阪ともい,いんですね大阪桐い,いね確かに強いですしまあもうね1位っていうぐらいですからやっぱりこう去年ね夏で出てないんでこれしっかりねここ出ないとわかんいのってね、えー、まあ選手たちとかもちろんねチーム全体がねなってると思うんですけど。<laughs> えー、この春の段階でやっぱりね、試合ね負けてしまってるっていうのが、まあ、かなりね、珍しいですし、やっぱりその中で、なんか、やっぱり分かったのは、やっぱ大阪桐蔭って、もうこの天安門ズバット、この大阪桐蔭がもうね、えー、このピッチャーライナーで当たって、えー、怪我防止とか、なんかいろんなね、理由をね、こうんぬん言ってるんですけど、あの僕が思うにはもう、このね、あのー、 低反発バットね、えー、こう導入したのって、もう大阪桐蔭がね、強すぎるのをね、ちょっとこう、重宝しようとしてね、えー、僕は入れたんちゃうんかなって思うぐらい、やっぱり大阪桐蔭っていうチームは低反発バットに合ってないんですよ。やっぱり爆発的なバッティングがあって、ほんで、守備とかも花があってね、走塁とかも、ね、細かいっていうね、チームなんですけど、やっぱりその打撃っていう面が、 やっぱりね、えー、ホームランとかやっぱり長打とかがもう圧倒的に出にくくなってますし、えー、何回か言ったことあるんですけどやっぱ低反発バットで,でグラウンドが舞いしまってもう大阪桐蔭からしたらめちゃくちゃ、ね、かわいそうなんですよ、もうねヒット普段ね高反、えー、発バットで打て取ったヒットが多分ね5、6本減ってるんですよ。 えー、うわこれ絶対、低圧バットやったら1本、えー、高圧バッ,バットやったらいっとってやろうなって打球がねかなり選抜でもね見受けられましたし、でこう低圧バットになったことによって、あのー、死んでね、えー、捉えないとヒットにならないんで、あのー、死んで捉えてないのにこんな打球なんていうね、えー、打球をね結構打つのがね大阪桐っていうのは。 めちゃくちゃ多かったですし、やっぱりね、そのイメージが、ね、めちゃくちゃ強かったんですけど、やっぱりそれがね、なかなかできないって、やっぱり前、なんていうんですか、ね、去年のデータとか、やっぱり去年の感覚とはね、またね、全然、ね、違うね戦い方になりますし、やっぱりそう思うとね、僕は大阪とかに、ね、かなりあのシビエと思います。えー、戦いいい方といいあのののピッチャーのねやっぱこの 平島君もね、154キロでね、えぐい球ですけど、あの学院戦見たら分かると思うんですけど、やっぱり学院レベルの選手になってくると、やっぱり、ね、154とかでもやっぱ全然当ててきますし、やっぱりジャストミートできるんですよね。じゃあその学院レベルのチームって、あの、結構何チームもおると思うんですよ。その学院がズバ抜けてるわけじゃないんでね、現に秋なんて。 えー、僕たちの僕をね、えー、大阪海成に負けてるぐらいなんでそのずば抜けてるかって言われたらねそうじゃないんですよでもそんなチームですらねまあ一冬で力ついたとかありますけどやっぱ大阪桐蔭に今はね太刀打ちできるぐらいね、えー、実力がついてるんでだからちょっと今年大阪桐蔭はねかなり厳しいと思いますしやっぱりもしかしたら大阪桐蔭の野球スタイルっていうのがこの夏ね あのー、結構変わってくるんちゃうんかなとかもね僕もは思ってますだからまあ、えー、地面和歌山報徳桐蔭っていう、まあ、この関西のかなり、えー、強豪校この3校が、えー、全部ね甲子園に、ね、出てこれないっていうね、えー、可能性がねかなりね、えー、高いのがねこの夏かなと思います皆さんが思うちょっとこの高校も夏厳しいんちゃうんかってね強豪校でね、えー、なんかこの微妙な高校とかじゃなくて強豪校で あの、あればね、えー、ぜひコメント欄よろしくお願いしますということで、えー、今年の夏早く来てほしいなと、えー、心より思っております。それでは、次の動画で会いましょう。お疲れ。